き流しなんてずっと聞いてればいいんでしょ。これだけで韓国語が伸びるなんて本当に夢みたい。それ本当に夢で終わりますよ。여러분안녕하세요한국어강사이경아입니다여러분한국어흘려듣기해보신적있으시죠그냥흘려듣는분들도많으신것같은데오늘은여러분들께흘려듣기를풀활용할수있는포인트와방법에대해서이야기해볼까해요한국은교육열이굉장히높은나라잖아요그래서아이들이한국말도잘못할때영어흘려듣기를틀어놓는경우가많아요흘려듣기를하면부담없이영어발음에익숙해지고영어로대하고싶다는욕구를일으킨다고해요그럼우리어른들도지금부터흘려듣기를하면아이들과똑같이외국어가늘까요그건아니죠아이들에게는우리어른들과큰차이가있어요그건모국어가충분히인풋이안되어있기때문에어른들의뇌와비교해흡수력의차이가있어요아이들머릿속은백지상태이기때문에어떤소리든들어서흡수한다는거죠한편이미어떤언어가인풋이되어있는어른들의경우에는다른언어가들려와도그것을언어로인식하지않고잡음으로인식하는경우도많다고해요그러니우리어른들은그냥흘려듣는것만으로는아이들과맞먹는성장은기대하기어렵겠죠그러면우리들은어떤점을주의해서흘려듣기교재를활용해야될까요그포인트를지금부터알려드리겠습니다聞き流して単語を覚えよう。それただ雑音聞いているのと同じですよ。冒頭でも言ったように、すでに母国語がインプットされている大人は、外国語を無意識に雑音として捉えることが多いです。そのため、わからない韓国語をずっと聞いているのでは、ただ雑音を聞いているのと同じです。じゃあ、聞き流し自体意味がないということですか？違う。聞き流しは語彙力がついた後に活用しましょう。自分が知っている韓国語が流れてくれば雑音として捉えることはありませんよね。なので自分がほぼほぼわかるレベルの聞き流しを聞きましょう。目安としては自分が8割わかるレベルの聞き流しを聞くことがおすすめです。新しい単語を覚えるためというよりは復習の感覚で活用すると効果的ですね。初級レベルの語彙をつけた人は初級の聞き流しを、中級レベルの語彙をつけた人は中級の聞き流しを、語彙力が一切ついてない入門レベルの方はまだ聞き流しを活用するタイミングではないということになります。入門の方は前回投稿した単語の暗記法を参考にしてまずは基本的な語彙力をつけましょう聞き流しは語彙力ゼロの状態から聞くのは効果はあまりありませんが語彙力をある程度つけた後であれば皆さんの語彙力、リスニング力、ネイティブの発音や抑揚の慣れに役立つ便利なツールです聞き流しを正しく使って確実に韓国語を伸ばしていきましょう。もう1万回も聞き流してる。私もそろそろ韓国語を話せるようになるかも。おい、聞くだけで話せるようになるわけなるだろう。おい、聞くだけで話せるようになるわけないだろう。韓国語を聞くだけでは、韓国語を聞き取る能力だけが成長して、話せるようにはなりません。歌も同じことが言えます。今週は友達とカラオケだ。私の実力を見せつけちゃおう。この曲はもう毎日聴いているから、リズムも音程も完璧。じゃあ私の番だよね。全然声が出ない。なんで？こんなはずない。それは歌訓練をしなかったから。歌が上手くなりたければ、いっぱい歌わなければなりません。同じように韓国語も話せるようになりたければ、話す訓練をすべきです。じゃあ聞き流しの他に音読の教材を買わないと。ちょっと待って。名前が聞き流しだからって音読したらダメっていうルールはないでしょう。聞き流しの音源とスクリプトさえあればいろんな使い道があります。
コリアンテナでは今まで投稿した聞き流し韓国語は全てにスクリプトがついています。なのでぜひ公式 LINE からお受け取りになって活用してください。でも具体的にどのように活用すべきかわからない方もいらっしゃいますよね。気になる方はこの続きを見逃しちゃいけません。聞き流しの音源とスクリプトがあればどんなことができるでしょう。ただのリスニング以外にもキャドイング、オーバーラッピング、さらにはパダスギまでできるはずです。皆さんにはフル活用していただきたいので、その具体的な活用方法をご紹介いたします。まずはスクリプトを見ながら音源を聞いてアイシャドウイングをしましょう。わからない単語や文法がある場合は全部調べてスッキリさせておきましょう。すべての意味が分かった後は音源に合わせてオーバーラッピングをしましょう。スクリプトを見ながらネイティブの抑揚やリズムに合わせて読むことで自分がどの部分でつまずいているかをはっきりさせましょう。苦手なところは治るまで何度も巻き戻して練習しましょう。発音と抑揚を抑えた後はシャドーイングをしましょう。スクリプトを見ながら音源より 2,3 秒遅れて読むことで少しずつ音源に頼らずとも自分で韓国語を自然に読めるようになります。スペルも再確認したいという方は追加でパダスギまでしてみることもいいでしょう。8割くらい自然に読めるようになったらいよいよ聞き流しです。聞き流しは復習の感覚で聞きましょう。ここまでしっかりやり込むと、もうこの音源を雑音として捉えることはないでしょう。家事をしながらでもいいし、運動しながらでも大丈夫です。隙間時間に何度も聞き流しましょう。聞き流しを言葉通り聞き流すだけではもったいないです。韓国語教室が監修した聞き流しはなかなかないと思うので、皆さんもぜひスクリプトを受け取ってフル活用してみてください。흘려듣기는어떤사람에게는그냥잡음또어떤사람에게는훌륭한교재가될수있어요오늘알려드린포인트와방법을실천하시면흘려듣기는여러분에게훌륭한교재가될거예요훌륭한교재를집안일이나운동을하면서활용할수있다면한국어실력이자연스럽게늘겠죠그럼오늘이야기를정리해볼게요첫번째자신이 80% 이해할수있는교재를선택하자두번째듣지만말고말해보자세번째음원과스크립트를사용해서풀활용하자이세가지를머릿속에넣고코리안테나의흘려듣기영상을활용해보세요저희는앞으로도한국어학습자여러분들을위해서도움이되는영상을만들테니까채널등록과좋아요알림설정까지해주시면감사하겠습니다온라인한국어교실코리안테나에서는한국어학습자여러분들을끝까지응원하겠습니다그럼여러분저는다음영상에서봐요안녕